こんにちは。ということでね、今日は皆さんにね、人生を変える本というテーマでおすすめの本を一冊ご紹介したいと思います。僕はね、あることに気づいたんですよ。それがね、世界中のものすごく頭のいい人たち、ものすごいお金持ちが皆さん、読書家なんですよね。例えば、世界一のお金持ち、アマゾン創業者、ジェフ・ベゾス、マイクロソフト創業者、ビル・ゲイツ、グーグルの創業者、アリ・ペイジ、イーロン・マスクも全読書家で、やっぱりね、読書をするとね、人生で重要な仕事と人間関係をうまくいくヒントを与えてくれるんじゃないかということで、僕たくさんの読書をするようにしたんですよね。で、その中でも特におすすめの本がね、こちら。じゃじゃん。岡本太郎さん、自分の中に毒を持てという本で、こちらね、岡本太郎さんっていうのはもう超有名な芸術家で、あのね、太陽の塔というね、大阪万博の時の作られた太陽の塔を作ったのがこの岡本太郎さんということで、この人、本当にすごい人で、じゃあね、見てください、これ。あなたは常識人間を捨てられるかということで、やっぱりね、常識人間は成功しないんですよね。もし皆さんの中でね、自分は普通の人間だ、常識人間なんだって思ってしまっている人は、一応この本を読んでみてください。ものすごいね、体の中から、パッション、エネルギー、情熱がね、湧き出てくるんではないでしょうかということで、こちら僕の動画下概要欄にリンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。では、バイ。